質問来てた。7年のブランクがある元保育士です。ちょこっと保育を利用して週に 2,3 回くらい保育の仕事をしたいのですが、こんなにブランクがあったら園にとっては迷惑にしかなりませんよね。お答えします。僕は保育士イコールブラックのイメージを破壊するおっちゃん。園と保育士をつなぐアプリちょこっと保育、稼働から3年が過ぎ、導入園も利用者も右肩上がりに増えている。だけどそれと比例して増えているのが、私も保育現場に戻りたいけどこんなにブランクがあるから週に 2,3 回の単発勤務だったら逆に迷惑かけちゃうよねと、ブランクや勤務日数を気にしてちょこっと保育の利用を諦めてしまう元保育士さん。その気持ち痛いほどわかります。それこそ保育現場でバリバリ働いていた当時の自分を思い出すと、力になれるか心配と不安な気持ちになりますよね。めっちゃわかる。ですが園の本音は全く違うんです。ブランクがあろうが現場経験のある人がいるだけで安心感が全然違う。ただでさえ人手不足だから、職員が休んだ時に園に来てくれるだけで職員全員の負担が激減する。そう、日本の子ども園はどこも人手不足で年がら年中困っています。そんな園からしたら経験者が来てくれるだけでありがとうございますって本気で思っているんです。そしてちょこっと保育を継続利用している園は、いざという時に元保育士であるあなたの力を必要としている園ばかり。そうは言ってもいきなり働き始めるのはすごく不安で、という場合も安心してください。そんな方を対象に園見学や事前の研修サポートも弊社では無料で行っています。あなたの経験を必要としている園がたくさんあります。ブランクなんて気にしないで、むしろ胸を張って現場に戻ってきてください。僕たちはあなたの保育現場復帰を全力で応援します。